レトロボーイ一郎です。はい、丸でーす。エクピーでーす。うん、おぉ咳が止まんない。メガネつれお正月、うん、新潟に帰省しまして。あ、うん、いいね。はい、妙高市ってことです。妙高市です。妙高市、はい、カニがですね、この時期すごいんです、日本海。カニ、はい、うん、そのカニを買いに行くときに、はい、買ってきたお土産になります。カニを買いに行くときに買ってきたお土産、はい、風に飛ばされそうになりながら日本海沿いで雪で、うん、いや、その知らん。で、車ごと飛ばされそうになり車に酔っちゃって、はい、はい、ちょっと知らん、それも知らんなんだけど、ちょっともうそんな思いをしながら買ってきたんですよ。カニじゃないのね。はい、じゃじゃん。はい、はい、マリンドームのっていうところで買ってきました。じゃ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 。新潟って昔の言い方で言うと何でしょうか。なんだ、エチゴ。はい、エチゴ、はい、はい、エチゴのイチゴ、はい、エチゴのイチゴエチゴ姫っていうあのイチゴがあるんです。エチゴには。マジで。エチゴ姫っていうイチゴのチョコがかかってる柿の種。これ食べたことないじゃないですか。ないですね。そもそもイチゴ姫が食いたかったっていう。いや、腐っちゃいますから。あ、どう、超イチゴ。うわ、超イチゴ。え、でも、まるちゃん新潟出身でしょ。うん、食べたことあるんじゃない。いや、食べたことないよ。嘘でしょ。ないよ。まるちゃんのイチゴすらないもん。そう、いやいや、イチゴはあるけど。いただきます。普通のイチゴとどう違うんだろう。木の種。はい。ん、ん、ん、あ、柿の種がもっと強いのかなと思ったけど、うん、結構イチゴの方が勝ってないですか。うん、うまい、うん、なんだ、酸味があるし、うん、あ、これうまい、うん、これちょっと、ありじゃないですか、うん、あ、本当にありあり、これ皆さん、あの好きなものをまた買ってきましてまた、はい、亀田の柿の種新潟産枝豆のチョコ柿の種じゃーん。また柿の種。違う、あのですね、亀田のって新潟なんですよ、うん、ああ、わかります。亀田製菓。そういうこと？お米じゃないですか。やっぱり新潟といえばお米で。あ、ずんだずんだしてる。なんかね、豆の匂いが。え？豆の匂いが。ああ、枝豆。おつまみ、おつまみ。後からチョコなんですけど。え、これ甘いの？しょっぱいの？ちょっと行ってみたいと思います。うん、色が、皆さんこの色。ん？ん？色がグリーンです。うん、色が、ああ、どう、あ、枝豆の匂い、ホワイトチョコ、うんうん、枝豆感は匂いだけか。そうですね。え、でも枝豆これね、もっと塩が効いてんのかなってちょっと思ったんですよ。しょっぱいのかなと思って、もうちょっと枝豆の、うん、なんか味がするのかなって一瞬思ったんですけど、でも柿の種って言ったら食べた正解言っちゃいました。まあちょっとね、うん、もう食べない。なんでよ。いやいや、これありですよ、これ、うん、ね、次、はい、これは多分一郎、はい、さんも知らないと思うんですよ。お、ワクワクしてきましたね。まるちゃんの地元で、はい、あのまるちゃんが一番大好きなもの、はい、笹団子味の柿チョコ。また柿かい。笹団子っていうのが有名なんですよ。え、笹が結構新潟取れるってこと？はい、そうなんです。あ、やっぱもうやっぱり山多いんで、なるほど、で団子にして、はい、一応笹団子の発祥の地っていう、はいはい、おお、急に出てきた、急に出てきたね。どこっていうか、ちょっとします、試していただければと思います。あ、じゃあ行きますか。いや、だって生の持ってきたら高くなっちゃうし。え、今度縦？縦なんですよ。あ、今度亀田製菓じゃないんで。あ、なるほど。別なところで噛みましたから。お、ね、これも笹団子、はい、あ、超笹団子、ね、わぁ、笹、匂いはね、噛んだんだった。くせぇ、噛んだ、噛んだの気持ち。いやいいです咳止まらない。笹の匂いします。わ、すごい。あの笹寿司っていうのも新潟にありまして、うん、あの笹の葉にあのお寿司あの巻いて、交互に重ねて作るお寿司とかもあるんですよ。味笹団子だな。あ、この匂いが、ね、これは笹団子なんです。これすごい、うんうん、くせありますから、好みね。いや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 
なんですよね。でも人によっては臭い。臭いって。嘘でしょ。じゃあこの3つですか。いや。え、まだあんの？エクストラってことで。あ、いいね。エクストラってあの過去の YouTube 見てもらってる方でしたら気がつくと思うんですけど、その時に出した味と違うバージョンのお菓子を私発見しました、新潟県で。なんかね、怖いね。ちょっとやめよっか。こんなこと言わないでください。はい、最後の商品エクストラ。はい、はい、じゃじゃーん。はい、キットカットの梅酒味。イエーイ。前キットカットの日本酒味抹茶煎っていうのをエクストラで出してきたじゃないですか。出しました。一郎さんが忘れてるじゃないですか、富山のやつ。そう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 、それで高田梅っていうのがあるらしいですね。でもなんでこん、うん、あ、これ新潟ですか。新潟でいい、ちょっとよくわかんない。でもあ、あの日本酒の時と同じような感じね。はいはいはい、どうでしょう、匂いどうですか。まずそうだな、はぁ、白だ、梅酒。さっきと全然違う。なんていうの、笹団子の腐ってアルコールの匂いが全然アルコールの匂いします。めちゃめちゃ梅酒美味しい。もうよかったよかった。さっきはすみませんでした。梅酒の梅の味が乗ってる、しっかりしてますね。あの香りもすごいし、あのちゃんとあのなんていうの、チョコレートとうまくなんかマッチしてますね。日本酒で漬け込み長期熟成させた梅酒の柔らかい甘みと深い味わいをご堪能いただけますって書いてあります。4品買ってきてくれた、はい、ですけども、ほとんど柿でしたけど。でもあの新潟ってお米使ったお菓子がやっぱ多いんで、おせんべいとか、だからそうですね、亀田製菓から出してるの結構ありますね。なるほどね。うちの兄貴梅酒作ってます。そうなんですか。そうです。なんかちょっとつけてね、何年そうそうそう、あれば、うん、じゃあちょっと次はね、あの妙高に行ってね、今年はちょっと妙高に行きたいんで、じゃあそこで笹団子を食べると、あ、笹団子いい。あの、まるちゃんのお兄さんの、笹寿司を食べる。いやいやいや。あのまるちゃんのお兄さんの梅酒を勝手に飲むっていう。勝手に飲む。いやいやいや。でも今回郁美ちゃんのお土産どうでした？うん、いや本当はこの人の方が、まあでも、うん、この人の方が食ったことないのばっかでしたね俺。あれ、あ、地元でもちょっとやっぱこういうのは実際食べないんだ。食べないよ。やっぱ私セレクトなんでちょっとおかしかったかな。あ、ミカレツどうでした？なんかダメージ食らってましたけど。大丈夫ですか？止まりましたか？あの道の駅とかだと試食できますから。あ、笹団子。うん、笹だけ試食できない。いやいや、笹だけ団子、笹団子に笹ついてますから団子が試食できる。笹なし。いや、笹にくるんであるんだ。それただの団子だから。三ヶ月の笹以来の発表。すまない、個人差ありますから。大丈夫ですよ。次はね、笹なしで食べる。行きたいと思います、はい、じゃあ本日はね、はい、本日の動画は以上になります、はい、皆さんご視聴ありがとうございました。Thank you! 新潟